アンナ・タチシュビリは、アメリカの女子プロテニス選手。ジョージア・トビリ氏出身。WTA ツアーで、ダブルス一勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス50位、ダブルス59位。身長171センチメートル、体重62キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。タチシュビリの、表記揺れも多い。4歳からテニスを始める。 7歳から13歳までアメリカボカラトンのクリス・エバート・アカデミーに通った。2005年にプロに転校する。4大大会では2011年全仏オープンで初出場した。2012年7月のロンドン五輪でオリンピックに初出場した。シングルス2回戦でロシアのナディアペ・トロワに3から6、7から6、2から6で敗れた。2012年全米オープンで 自己最高の4回戦に進出した。4回戦で、第1シードのビクトリア・アザレンカに2から6、2から6で敗れた。タチシビリは2014年にアメリカ国籍を取得した。2014年10月のリンツ大会のダブルスで、ラルカオラルと組んで優勝し、WTA ツアー初タイトルを獲得している。故障から復帰した2019年全仏オープンでは1回戦で、 マリアサッカリに0から6、1から6で敗れた。この試合がプロの基準でプレイしなかったとして賞金を没収された。タチシビリは異議を申し立て認められ賞金が返還された。タチシビリは2020年3月現役引退を発表した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回線敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 ありがとうございます。